はようございます。春風美奈です。今日はですね、まあなんていうの、まあ嬉しいことがあったから喋るんだけれども、昨日夫がですね、私が作ったばかりほやほや の、 エコバッグ、マイバッグを、購入してくれました。購入しました。すっげえびっくりしました。なんか昨日の夜かな、なんかいくらで売る予定なのっていう風に連絡が来て、私がその時に、まあ、3300円プラス送料別なイメージかなって言って、メール送ったら、あ、じゃあ買いますって来て、買うのみたいな。で、私が作ってたモチーフっていうのはお花にお花を持っている手を刺繍してあるデザインだったので、まあなんて言うんだろう、まあ女性的なやつだったんだよね。あれでいいのと思って、まあ、っていうのもあったし、買うのっていうのもあったし、なんかいろいろびっくりしたんですよ。で、どうしたどうしたと思って、電話したんですね。どうしたって言ったら。そしたら、なんかその作品を見せた時に、瞬時に、あ、いいなって思ったんだって。いいなって思ったんだって。すげえ嬉しいなと思って。それで、なんか、丁寧に仕事してるのが、なんか伝わってきたから、なんかそういうのがいいなって思ったから、だから欲しいって思ったって言われて、すっげえいいやつじゃんと思って、嬉しいな、多いと思って。で、それで、購入していただくことになりました。なので、今、ただいま、どんな風に梱包しようかなと思って、梱包用品を買いに向かっているところでございます。いや、嬉しかったね、なんか、エコバッグ、マイバッグ作るのって、私にしてみればこうなんていうの、いつもと全然違うものだったわけですよ。なんか作る経路が違う、なんか私の趣味 100% っていうよりは薄めた感じ。もちろん私の好きな要素入ってるよ。私が好きな要素っていうのは白黒でシンプルで、線が繊細でアートっぽい、持ってるだけでアートになるような作品が私はすごく好きだから、だからこれを刺繍しようと思って、サイズも刺繍のサイズもね、最初は小さかったんだけれども、こじんまりしてたんだけども、それを大きくして見栄えがいいようにしたんですね。だから工夫はいっぱいしてるのよ。あ、ここをこうした方が可愛いなとか、こんな風にやっぱ A4 バッグの方がなんかちょっとコンビニくらいの時にはすごくちょうどいいし、私もなんか娘の保育園の送迎の時とか、まあ、財布とスマホ持ってさって出るくらいだったら気兼ねなく A4 バッグ入れて持ち運べるし、でシンプルな素材だから何でも馴染むし、でシンプルすぎないからね、刺繍が入ってるとちょっと映えるから、それが私はいいなと思って、自分でもいいなって思ったものは作ってるんだけれども、それをなんかちゃんと感じ取ってくれて購入してくれる、しかも私がやこう物に関してはへーしか言わない夫が買うというのが、私にしてみればやっぱりすごいなと思って、エコバッグっていうのもちゃんと自分の中で7月1日からさ、ビニール袋が有料化されるわけじゃない、全体的に。だから時代を見てエコバッグこれから必要だなと思ったから作ったんだけれども、それをなんか受け入れてもらえたっていうのが、認めてもらえたっていうのがなんかすごくね、新鮮で嬉しかった。なんかなんだろう、いろんな、いやもちろんね、なんかね、作ってる過程ものすごい時間かかるわけですよ。一針縫ってるから。まあすごく時間かかるんだけれども、それでも、吹っ飛んだね。時給単換算しちゃうとものすごい悲しい気持ちになっちゃう、作品であったんだけれども、それでもなんか、売れたっていう、なんかいいって思う人がいて、買ってくれる人がいるって、こんなにやっぱ嬉しいんだなっていうのが、また改めて思うことができて、なんかね、すごい幸せだった。嬉しいなって。嬉しいな、おいっていう気持ちで私いっぱいでございます。で、まあ今、値段は3300円で一回販売したけれども、まあ今後同じ値段で売るかどうかはまた自分と相談しながら値段は設定していきたいと思っているんですが、なんかね、まあ嬉しいなっていうことがあったので、嬉しい配信です、今日は。嬉しい配信。今、梱包屋さん着きましたので、また時間を空けておしゃべりしたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。はるちゃんでした。バイバーイ。